はい、どうも皆さん、こんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、6月30日より SBI 証券でクレジットカード、三井住友カードでの積み立てが始まるキャンペーン情報やお得な講座解説の方法も解説ということで、今回は、クレカ積み立てに関する情報ですね。この動画では、以前から少し話題になっていました SBI 証券と三井住友カードを使って、クレジットカードでの積み立てができるということについてまとめました。もしですね、始めることを検討されている方は、ぜひ参考にしていただければなと思います。 それでは、行ってみましょう。 っていうことでね、今回のお題の通り SBI 証券で6月30日よりクレカ積み立てが開始されるということで少し前に発表がありました。まあ、この内容に関してですね、以前こちらの動画、三井住友ナンバーレスのカードを3ヶ月使った結果という動画をアップしてまして、その中の一部の4番目ですね、ここ SBI 証券のクレカ積み立てに対応したということで、三井住友ナンバーレスがかなりね、お得に使えますよということで解説をしまして、後日動画にするというふうにお伝えしてたんですけども、 それが今回の動画となります。まあそもそもですね、クレカ積み立てって何ぞやというふうに思うかと思うんですが、まあ簡単に言うとですね、もうそんなの通り、クレジットカードを使って資産運用が可能なサービスとなっております。まあおそらくですね、まあ似たるようなシステムで楽天証券とかで同じようなサービスを使っている方は結構多いのかなと思います。楽天カードで確か月の上限が5万円まででの決済であればポイントが500ポイント分付与されるっていう、今回はそれの SBI 証券、三井住友カードバージョンという,ような サービスとなっておりますまあ、若干違うんですけどねで貯まるポイントが今回 V ポイントが貯まるっていうことになってますもちろんねこちらの SBI 証券と三井住友カードの積立も上限は一応ありますそれではちょっと細かいところ入っていきましょうこちらのページですね6月30日よりいよいよ始まる SBI 証券のクレカ積立ということでまあ、先ほどお伝えしたように クレジットトカーードで資産運用しななががらポイン貯ままるという,ようなサービスとなっております、まあ、こちらのページね、見ていただいたらわかるように、6月30日までのカウントダウンがね、このページで行われております。もうあと11日ぐらいでスタートしますね。で、今現在は先行申し込み受付中ということで、この証券口座を申し込む、プラス対象のクレジットカードを申し込むというような受付が行われております。で、実際に今回のクレカ積み立てのメリットということなんですが、もうわかりやすく3つに出ておりますね。まず1つ目は今回の醍醐味といって ででも過言ではないこの V ポイントが貯まるっていうものですね V ポイントが貯まるクレジットカードの決済だから普段のお買い物と同じように決済額に応じた V ポイントが貯まる通常の還元率は0.5%還元と2つ目のメリットとして100円からな,なんと積み立てができるんですよねなので小額から始めることもできるので結構気軽さもありかなとそして積み立て NISA に,にも対応してるのでまあ始められてない方に関したらこのタイミングで積み立て NISA 始めてみてもいいと思いますまあどんなものかに関したらもうググったらすぐ出てきますのでぜひそういったものを参考に してみてくださいで、SBI 証券の繰り返す見立てとはということでまあ、どういった内容かまあ、簡単に出ておりますね投資積み立てをクレジットカードで決済できるとか あと、クレカ積み立ての可能な金額として、毎月100円から5万円までとなってます。ここ気をつけないといけないですね。5万円までであれば対象と。あとは、特定口座とか、一般、一般 NISA、そして積み立 NISA 座でも利用可能と。ですけども、ジュニア NISA 座であったりとか、法人口座は対象外となっております。そして、銘柄自体も全てが対象みたいですね。で、今回は V ポイントが付与されると。で、おすすめの対象カードは、三井住友カード NL ナンバーレスですということで、結構ね、この SBI のこのクレカ積み立てのページでもかなり ナンバーレスは押してるっぽいですねそして今回のこのクレカ積立のキャンペーンなんですけども、ま、ま、結構いいんですよ。まあ、ここにも出てる通りですね、スタートダッシュキャンペーンということで、クレジットカードの投資に積立で、通常であれば0.5%還元なんですけども、今回のこのキャンペーンで1.5%分のポイントがもらえるということになります。もらえるポイントが4500ポイントまでプレゼントされるということですので、僕は今回ね、この上限いっぱい分もらっていこうかなと思います。で、一応ここにもね、その日程が出てるんですけども、 毎月5万円を積み立て設定をして、2021年の8月2日月曜日から2022年の1月5日水曜日に6回買い付けが実行された場合ということですので、これを全部クリアしたら最大の4500ポイントまでゲットすることができるということですね。まあルールとしたら結構簡単かなと思います。で、対象となるのは期間内に三井住友カードが発行した V ポイントが貯まるカードで投資信託積み立てを行ったお客様ということで、三井住友カードが発行されるカード って色々あると思うんですけども基本的にはこの V ポイントが貯まるカードというところがポイントです で、期間に関したら、ここに出てる通りの期間となっておりまして、特典の付与時期なんですけども、投資信託積立設定締め切り日の当月末日予定ということですね。で、一応ですね、今お伝えした内容を踏まえてなんですけども、毎月5万円積立した場合、ポイントの貯まり方はということなんですけども、通常の場合なんですが、今回の SBI 証券と三井住友カードを使った場合、毎月5万円までが上限なので、かける0.5%還元ですね。その場合は、毎月250ポイント ポイント貯まります。これはね、5万円投資した場合250ポイント貯まります。そしてこれを1年間行った場合、12ヶ月行った場合は250ポイントかけることの12なので、1年間でなんと3,000ポイントが貯まります。これが通常ですね。まあ、それでも結構お得っちゃお得かなと思います。 ですけども、今回キャンペーンが6ヶ月間開催されるので、計6回ということなんですけども、毎月5万円かけることの1.5%。なので、もらえるポイントが750ポイント。そして、それをですね、6ヶ月間行った場合なんですけども、6ヶ月かけることの750ポイントになるので、 約半年ですね。計算とすると、よ、先ほどお伝えした最大の4500ポイントになるということですね。なので、試しにこの計6回、キャンペーン期間中に毎月5万円、まあもちろんね、ご自身の生活に支障を来すということであれば無理にする必要はないんですけども、ちょっと余裕があるなっていう方に関したら、まあ今回のこのタイミングでキャンペーンで始めてみてもいいと思います。なのでね、この部分見ていただいたらわかるように3000ポイントと4500ポイントになるんで、まあ今のタイミングで僕は今回参加してみようかなというふうに思っております。で、もしですね、この SBI 証券講座開催 すするなならとということなんですけども,もう勘のいいいい方なならわかると思まますすすそううんででよもうポイイントサイトサ経由はもも必須でございます、まあ、もちろんね、普通に講座解説をしてもいいんですけども、やっぱりポイントサイト経由をした方が、かなりのポイントを今回のタイミングで作成したらもらうこともできますんで、そちらもぜひ見ていただければと思います。こちらですね、僕がよくポイントサイトの比較としてよく使っているのが、ドコトクっていうサイトなんですけども、このサイトの使い方めちゃくちゃ簡単で、この検索のバーのところで今回のように SBI というふうに入れて検索をかけると、 そしたらですね、今だと、どのポイントサイトが還元率、まあ、還元されるポイントが高いのかっていうのを、リアルタイムで検索して確認することができます。まあ、たまにちょっとズレがあったりするんですけども、基本的にはまあ、リアルタイムで確認することができます。見ていただいたらわかるように、僕がよく動画で紹介する、モッピーとか、ハピタス、あと、笑うであったりとか、EC ナビ、チョビリッチ、まあ、そういったものが入ってます。で、これを見た段階であれば、あ、意外とモッピーの方が高いなっていうふうに見えるんですけども、ちょっとこちらを見ていただきたいんですよね。 今現在、6月18日現在ですね、モッピーでこの SBI 証券を講座解説をした場合、17000ポイント、17000円分がもらうことができるんですけども、 これ実はですね、ちょっとした条件がついておりまして、まあ、獲得条件というところで、まあ、ここ見ていただきたいんですけども、新規講座開設後、SBI 証券の証券総合講座から住信 SBI ネット銀行の SBI ハイブリッド預金へ一括で5万円以上の振り替えということで、そうなんですよ。この条件をクリアしないと先ほどお伝えした1万7000ポイントまで到達することができないっていう感じなんですよね。もちろんこういった注意もね、全部読んでいただく必要があるんですけども、これはモッピーの場合はこういった感じになります。 なってるとで他にもハピタスも見てみましょうかハピタスの場合もね SBI 証券は今現在だと1万6000円分1万6000ポイントもらうことができるんですけども。 ここのポイント対象条件っていうところですね。クリックすると、こちらも同じように新規講座解説プラス5万円以上の入金となっているので、まあ、先ほどのモッピーとね、ほぼほぼ同じルールになっているのかなと思います。こういった感じでやっぱり条件というのがあるんですよ。まあそんな中で僕が今回経由したのはこのチョビリッチを経由しました。まあ、チョビリッチで講座解説をした理由っていうのは結構簡単で、まあちょっと見てみましょう。 こちら、チョビリッチのね SBI 証券の講座解説のところなんですけども、今現在だと、チョビリッチのポイントは2万6000ポイントがもらえます。これは、チョビリッチでいうと、1万3000円相当に該当しますま。先ほどのモッピーとかハピタスに比べたら、やっぱりちょっと少ない部分っていうのはあります。ですけども、見ていただきたいのはここなんですよね。ポイント獲得条件のところですね。ここちょっと見てみましょう。そしたら、ここ、ポイント獲得条件に獲得方法として、新規講座解説完了だけなんですよね。そうなんですよ。講座解説をするだけで、この1 円相当がもらうことがでできるんですよねここは結構でかいかなと思いますですけども一応ポイント対象として口座解説の申し込み日の翌月最終営業日の前営業日15時までに SBI 証券の証券総合口座に口座解説完了ということで、まあ、とりあえず口座解説をする必要があるということになりますもちろんねポイント対象外のこともちゃんと書いてますし いろいろと注意事項は書いてはいるんですけども、もう講座解説をしてね、1万3000円がもらえるのであれば、これが一番簡単かなということで、今回はチョビリッチをチョイスさせていただきました。ってことで早速ですね、スマートフォンでチョビリッチを使って講座解説をやってみたいと思うんですけども、簡単にまとめさせていただきました。まずは、チョビリッチのページ入っていただいて、右上の虫眼鏡のマークをタップしていただくと、まあ、検索のバーが出てきますので、このバーの中で SBI という風に入力をして検索をかけます。まあ、ここにも出てきているんですけども、とりあえず検 検索をかけますそしたらですね、SBI に関する情報が出てくるんですけども、ここですね、講座解説 SBI2 万6000ポイントという項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、SBI 証券講座解説の画面が出てきまして、先ほど見ていただいたのはパソコンの画面なんですけども、こちらはスマートフォンの画面となっております。しっかりとね、1万3000円相当となっております。で、サイトに行く前に、一応ですね、ページ下に下がっていただいて、ここのポイント獲得条件を改めてご自身でチェックをしてください。先ほどお伝えしたように、獲得法 新規講座解説完了と出てますので、まあ、こういったポイント対象、ポイント対象外それぞれしっかりと読んでいただいて問題なければこのページからサイトに行くをタップしますそしたらですね SBI 証券の講座解説の画面が出てきますのでこの右上の講座解説に進むというところをタップしますそしてどん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 画面を進んでいっていただいて今回僕ですね講座の申し込みっていうのをネットもしくは郵送で選ぶことができるんですが今回僕はネットで講座解説を行いました これをタップしていただいて申し込みをしていただくと。で、どん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 これもね、いっぱいいろんな入力をして、やっと講座解説申し込みの完了ということで、まあ入力項目はね、まあある程度あったんですけども、結構サクサクとできました。で、その後はですね、皆さんお待ちかねの本人確認書類の提出なんですけども、いわゆるマイナンバーカードとかそういったものを提出する必要があります。本人確認書類の提出をタップしていただいて、そしたらですね、マイナンバーカードや身分証などまあ提出をしていただいて、その後にね、 案の定お待ちかねのね、本人撮影とマイナンバーカードの撮影ということで、ま、いつものね、僕が苦手とする本人確認の方法がございました。いつも通りこれをね、撮影をして、どんどん皆さんは進んでいってください。僕もぶっちっかりと行いました、今回は。ま、今回はこの撮影を行って、約2日後ぐらいにですね、こちらが届きまして、このメールですね、SBI 証券本人確認書類審査完了のお知らせということで、ま、結構ね、思ったより審査完了が終わりまして、僕の中では2週間ぐらいと思ってたんですけど、めちゃくちゃ早かった。 まあこれがネットでの申し込みだったのかどうかわかんないんですけども結構スムーズでしたねなので僕の場合ゆずひこの場合ですね6月16日にまずネットで講座解説を行うと で、その後に、まあ、審査が行われて、6月18日、まあ、午前中に、まあ、審査完了のメールが届くということだったので、本当に結構ね、ネットで行うのはめちゃくちゃ早いなというふうに思いました。なので、今回の6月30日からの、クレカ積み立てには全然余裕で、まあ、参加できそうな感じにはあります。よかったです、本当で、一応、チョベリッチのポイント獲得明細のところで、しっかりと反映されてるかどうか見たらですね、しっかりと出ておりました。ポイント獲得明細のところで、新規講座解説完了 SBI 証券2 6000ポイント。まあ1 1万3000円分なんですけどもこれがまあ後日ねしっかりと問題なければ付与されるっていう感じなのでここも確認できて良かったですもしねちょびり地形をされた方はこういった方法で確認をしてみてくださいで今後ですね口座開設後の予定なんですけども銘柄を決めてですね積み立ての設定を実際に行ってみたいと思いますまあ実際ねどんなものを僕が選ぶのかとかまあ人それぞれね分かれるかと思うんですけども今回は積み立ての設定を行うとそしてキャンペーン期間中は毎月5万円で積み立てを行いたいと思いますまあ上限のね4500ポイントしっかりと もらいたいと思いますんでここら辺もねちょっと楽しみなところではあります ま、今回の内容を踏まえてなんですけども、いつもポイカスとかキャッシュレスを発信してるので、おそらく SBI 証券とか、ま、ちょっと投資にほぼほぼなってくるので、需要があるかどうかってちょっと僕としたらですね、悩むとこではあるんですけども、ま、一応需要があればですね、この銘柄を決めて、そして積み立ての設定をしたりとか、5万円の積み立ての方法とかもですね、動画にするかもしれないです。まあ、そこはね、動画が出てきたらいいかな、みたいな感じでお待ちいただければと思います。で、今回ですね、一応クレカ積み立てでも一応投資は投資なので、 もし始める際はですねもう自己責任でお願いしますまあしっかりとご自身の無理のない程度で始めるっていうのが一番ベストだと思いますんでそこはしっかりとご自身で検討した上で始めてみてくださいまあそんなこんなで今回は SBI 証券が6月30日からクレジットカードの積み立てクレカ積み立てが始まるということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあこれまでね僕自身あの楽天証券とかで楽天カードを使ってクレジットカードでまあ投資をしてたというのもあるんですけども今回はまた別に三井住友カード今回ナンバ� 使ってまあ、積み立てができるということになるのでそこはね一つのまた楽しみができたなという風に思っておりますまあ、実際に始めてみてどんな感じなのかっていうのがまだなかなかイメージつかないとこではあるんですけどもまあ、そこはね実際にやってみてまた勉強していこうかなという風うに思っておりますそして今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクそしてポイントサイトちょびりちの登録まだの方いらっしゃいましたらこちら概要欄にリンク貼っておきますので詳細気になる方ぜひチェックしてみてください で、チョビリッチじゃなくて他のポイントサイトを使いたいという方がいらっしゃいましたらそちらのリンクも一応貼っておきますので気になる方は見ていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました